さて、まあ、6時の隔たりという用語があるわけですけれども、まあ、6ステップあれば、大体その目的のところにたどり着ける、っていうのは、まあ、大雑把に言ってしまえばそういう仮説です。で、まあ、これを使って、まあ、よくあるパターンですけど、ウィキペディアで、6回クリックすれば、音声学にたどり着けるんじゃないかということを、検証してみたいと思います。で、ルールとしては、ここにお任せ表示っていうのがありますんで、まあ、お任せ表示で、とにかくまず1個目開くと。で、開いて、そこからまあ、そのページの中にある、リンクの箇所を探していって、で、6回目のクリックまでで、音声学にたどり着けるかどうかという手順でやっていきたいと思います。知り合い何人かたどれば、なんか、自分の知り合いにたどり着くみたいなあるやん。全然知らん人から始まって。テレビでやってるよね。そうそう。だから、これも、6回リンクしたら、音声学にたどり着けるんじゃないかと。で、そこで、左にお任せ表示ってあるやんか。で、これちょっと、で、まだ開くん待ってね。このお任せ表示で、とにかく開いた画面からスタートして、6回リンク飛べば、音声学に行けるかどうかっていうのを試したい。6回クリックしてってこと？そう、6回クリックしたら6回の先に、音声学に行けるかどうか。はい。ということで、とりあえずお任せをしてみて、はい。フェリールビーね、これ。あ、ダイヤモンドフェリーが運行してるフェリーやね。はい。じゃあ、1回目どれに飛ぶかやな。それは、UFO 次第で進めていってくれて、ここの中に出てくるもんで、出てくるもので好きなものを。そう、好きなものを選んで。なんだろう。この中で。何でもいいんでしょ。何でもいい。何でもいいけれども、まあ、何かっていうときに、何クリックしたか言ってくれた。あ、まず、ね、尾道造船で行くの。尾道造船か。はい、1回目、尾道造船か。尾道造船。はい。じゃあ、はい。尾道造船取りました。はい。これ1回目です。さあ、次やね。造船目。あ、ちょっと失敗してなかった。尾道造船。はい。次、スリランカにしよう。スリランカ、ええとこ行ったかも。はい。二つ目、スリランカ、はい。スリランカにどういうの、うん、はい。はい。まだ力が近い。さあ何に飛べばいいでしょうっていう感じだけど、いや、これはないい飛びやねん。スリランカとかに行ったらさあーってして、この2つもちょいやな、多分もうちょいで、いや、目次見たら一発でそこに飛べたんやけれども、まあ、順番に見て、わーって見て、わーって見ていく。はい、あ、もう見えてきたな、はい。ここしか。バーガー人、どっちがいいかな、どっちがいいかな。ムーガ人、バーガー人って初めて聞いたな。ムーガ人の方が。ムーガ人で行くの？ムーガ人か、バーガー人。なんだろう、バーガー人にしようか。はい、じゃあ、バーガー人で3つ目、はい。バーガー人。少ないじゃん。なんか、凍結切り。あ、めっちゃ少ねえ。どうしよう。どうしよう。次4つ目ないんと。
クリオーリオ、はい、料理、はい、それで4つ目、はい、4つ目料理、2回で音声学へ。音声学に行かなくて、これもう、クリオーリオまで来ちゃった。クリオーリオ。残る。残る5件。残る5件。ちゃんとめと。3とめと。はい。じゃあ5回目、3とめと。ここにあの、はい、そうさ、次につくか。いうか、ここにリンクがなければ終わりやけど。カフェ？あ、アフリカなんですか？アフリカ。これ5つ目飛んだから、ここにもう音声学がなければ。もうないよ、これ、多分。うん、まあ、一応下まで見てみて。まあ、ないわな。ということで、1回目のチャレンジは失敗に終わりました。残念。うん。ほんとね、大体何でもいけるはずなんよな、これな。モンゴル帝国でいこうか。モンゴル帝国。はい。はい、一つ目、モンゴル帝国で、もうちょい下行こう。ちょっと止めてな。あ、ええわ、右のモンゴル語で素直に行こう。はい、二つ目、モンゴル語。はい、下行って、はい、音韻は飛べる？飛ばれへん？これは飛べ、はい、はい、じゃあもう何でもいい、もうちょい下行こう。うん、もう摩擦音でいい。はい、摩擦音行って、摩擦音やから、これ3つ目やろ。はい、国際音声記号かなんか、いける。はい、4つ目やろ。これで絶対音声学が出てくるはずなんやけどね。出てけへんかな、今これ4つ目で。あ、ある、出てきてるよ。出てきた、はい。純粋日本語、はい。はい。じゃあ、音声学行って、ゴール。はい。着きました。6回かからずに。全く無策でやってしまうと、まあ、6回クリックしても音声学にはつかないわけですけれども、まあ、これは、ある程度事前に方略を持っていれば、6回以内で音声学にたどり着くことはできます。まあ、そのパターンっていうのを、まあ、いくつか、まあ、答え合わせとして、見て、確認しておくことにします。一つは言語学に、まずたどり着くというルートがあります。で、これはまあ、例えば、構造主義とか、あるいはその文法とか、いう用語が出てきた場合に、まあ、そこからたどり着いて、で、言語学のページに行けば、まあ、おのずと音声学にたどり着くというルートです。で、もう一つもっと手堅いルートがあって、国の名前を探すというところです。で、国の名前を探すと、大体その言語に関する説明があります。で、言語のところで、大抵は音声音韻の説明がなされていますので、そこから行ってしまうというルートです。で、おそらくこれが一番早いルートだと思っています。方略を持っていれば、6時の隔たりよりもっと早く、音声学にたどり着くことができますので、ぜひお試しください。